顔面力、まあ三浦春馬さんといえば顔立ちは綺麗。ありがとうございます。ねえ、そんな笑うとこでもないと思いますね。4歳で児童劇団に所属し、7歳の時に大河ドラマで役者デビューした三浦春馬さん。10代でブレイクした時にはすぐに目覚ましでも特集しました。もちろんこの時からイケメン。電話くれよ、番号消してないだろ。映画コンフィデンスマン JP で三浦春馬さんが演じた恋愛詐欺師ジェシーもイケメンでなくては成立しない役。顔立ちが美しい。ありがとうございます。これ顔面力。顔面力、はい、僕は割と角度によっては変な顔してるなっていう瞬間も自分であると思っていて。そうです。じゃあ何一番好きな角度は。あの綺麗だねって言われるのはこの右側だと思うですから、右から見た骨格だと思うんですけど、左側は割とその特徴があるというか、また違う面を見せられるような気がしていて、さほど可愛はないとは思うんですけど、変な顔だなって思われる瞬間もあってもいいと思うんです、俳優だし。